ドズクラをまだ見ていないそこのあなたに、まだ間に合う1話から爆速で振り返るドズクラあらすじ集。マインクラフト、それはただの建築ゲームではない。数えきれないほどの種類のブロックから己のセンスと知識をフル稼働させて新しきを創造する。それすなわち世界の神となることを意味する。今新しい世界に二人の男が立ち上がった。ドズボンマインクラフト実況。前回のドズクラ、あまたの YouTuber が豪華絢爛な建物を作る中、大人二人がかりでなんとベッドしか作れないという低たらく。唯一の取れ高はおしっこ相撲のみ。果たして今回は無事家を建てることができるのか。前回のドズクラ、スケルトンに狙撃されるも仮初めの豪邸を作ることに成功したドズボン。しかし今度は食糧難が襲いかかる。果たして無事自給自足を実現することができるのか。前回のドズクラ、ボンジュールのフェイクロードもあったが、なんとか小麦と家畜を育てることに成功したドゼル。ついにドズボン村にいきなりステーキが開店した。前回のドズクラ、ダイヤを目指しブランチマイニングをすることになったステーキゴリラと、あなたの足元テレビ爆笑ギャグ製造機、二人で仲良く穴を掘り掘り、無事地下拠点を作りダイヤも発見。よかったね。植林ゾーンに突入し木をたくさん植えた。前回のドズクラ、人類で初めて階段を取り付けることに成功したドズル。二人で協力して自動肉焼き器を完成させた。ボンさんのニートの血が騒いでるけど大丈夫かな。前回のドズクラ、襲撃者にドズボン村が襲われててんてこまい。全員血祭りにあげて不吉な旗とクロスボウをゲット。試して打ってみますね。初めてのレッドストーン回路に挑戦し、サトウキビ収穫機を作った。前回のドズクラ、村を探してひたすら歩いたドズボン。おかしいね、全然村が見つからないぞ。こうなったらお馬さんだ。蔵を求めて釣り続けること1時間半、やっと蔵が手に入った。前回のドズクラ、永遠の親友を手に入れたドズル。だけど目を離したら消えちゃった。その後沈没船や海底神殿に遭遇、そしてさまようこと1時間、ついに村を見つけた。前回のドズクラ、村を二人で楽しく探索、小麦やお肉をたくさん略奪した。お礼に村の整地を始めることに。30年間放置された村の水を抜いてみると何もなかった、ただの草。さて今回は村の整備は進んだのかな。こうご期待。前回のドズクラ、仲良く村を整備するドズボン。でもそこに襲撃者がやってきた。ボンさんが強い。でもたくさん死んでしまって、最終的には初期地点に戻された。前回のドズクラ、自動釣り機で蔵を釣り上げたいドズルだったが、魚しか釣れなかった。その後歩いて村を目指すことに。途中の村で財宝があるかと思いきや何もなかった。前回のドズクラ、自動骨粉機を作成するドズボン。サボテンを自動で育てて、それが骨粉になるみたい。でも待てども待てどもサボテンは育たなかった。前回のドズクラ、
町と町をレールで結ぶために廃校を探すドズボン。でも廃校は全然見つからず、さらに洞窟をなめてたせいで集めた鉄を全部ロストしちゃった。それでも諦めずに洞窟を探していくと、ついに廃校を見つけた。前回のドズクラ、ついに村と村を連結させたドズボン。襲撃者から生き延びた村長を輸送させたかったけど、長老が木に下半身を擦りつけています。とんでもねえ変態でコントロールできなかったみたい。前回のドズクラ、やっと装備を着ることを覚えたドズボン。その後ついに村人を拉致することに成功。サボテンにトロッコごと突っ込むとなんかいいみたい。前回のドズクラ、ついにエンチャントテーブルを作成したドズボン。その後ネザー攻略のためにつよつよな弓が欲しくなったドズル。自動釣り機貝を作成し、ドズボンでひたすら釣りをしたけど、弓は一個も釣れなかった。前回のドズクラ、ボンさんがスイカに取りつかれた。ついにネザーゲートを作成したドズボン。ネザーで貴重な鉱石をたくさん入手した。村に戻ってから本棚作成のためにたくさんの牛さんを肉と皮に変えた。前回のドズクラ、3日間寝ないで素材を集めてたらファントムの大軍が襲ってきた。倒すとモンハンみたいな素材がもらえた。その後村人をもう1名確保。なぜか船とトロッコが合体した。前回のドズクラ、ドズボンに子供が生まれた。スライムをいつでも倒せるようにスライムチャンクを作成することに。穴掘りラジオをしつつ無事完成させたが、スライムは湧かなかった。その後夜になり村の近所に湧いたスライムを倒した。前回のドズクラ、二刀流ドズルとボンジュール。今回は粘着ピストンとレッドストーン回路を使った隠し階段を作ることに。ドズルがめちゃんこ頑張ってなんとか完成。火属性の剣も作成し、いきなりステーキも完成した。前回のドズクラ、農作業に目覚めたボンさんのために小麦自動回収機を作ることになったドズル。永久に動くトロッコを作り、その上に小麦畑を作った。仕上げに生まれたての赤子をさらって畑に閉じ込めたとさ。前回のドズクラ、小麦収穫機がちゃんと機能していなかった。さらにスライムチャンクの座標を間違えていたことが発覚。二人で仲良く掘り直した。収穫機を作動させるために新しい赤ちゃんが欲しいドズボン。愛の巣を作って村人にたくさんパンを与えた。前回のドズクラ、大変だ。深刻なネタ切れで困ったドズボン。だから牛さんを焼こう。というわけで半自動ステーキ装置の製造を開始。途中不慮の事故が重なってボンさんの大切な畑が、わしの畑が流れ落ちた。全部なくなった。壊れちゃった。前回のドズクラ、
威力5の最強の弓が完成した。早速その弓を装備しネザーに向かうドズボン。ボンさんの終点が迫る中、なんとネザー要塞を発見。今回は要塞を攻略するぞ。前回のドズクラ、スライムチャンクがマジでうまく作れねえ。何度もやり直したけど出ねえわ。気を取り直して気楽な気持ちでネザー要塞に向かうドズボン。そのままサクサクと攻略を進め、なんと要塞を完全攻略。馬用のダイヤモンドの鎧も手に入れた。前回のドズクラ、襲撃者がやってきた。ボンさんの畑を守らねば。激闘を経てドズルがエッチな姿に。 PC が耐えられずマイクラが落ちた。ボンさんの終電が迫る中、奇跡的に鶏のヒナが2羽生まれた。前回のドズクラ、マイクラで再生数が欲しい。だから全自動焼き鳥機を作ろう。テキパキと回路を組んでいくドズル。スライムチャンクには相変わらず何も湧かなかった。その後無事装置が完成した。前回のドズクラ、ネザーの素材を使ってポーションを作ろう。なんと水中で呼吸ができるポーションが完成。せっかくなので近所の海で遊んでみた。さらに移動速度が上がるポーションも作成。飲んでみるとめちゃんこ早かった。前回のドズクラ、決死の覚悟でブレイズトラップを作成するドズボン。穴掘りラジオをしつつたくさん掘った。そして何度も死につつブレイズスポナーの湧き潰しをすることになんとか成功した。前回のドズクラ、ブレイズトラップを完成させよう。ドズボンで協力し無事ブレイズを沸かせることに成功。経験値がやばすぎて秒で10レベ超えて笑った。前回のドズクラ、やっと海底神殿に向けて準備を始めたドズボン。馬をゲットしダイヤモンドの鎧を装備。水中で呼吸ができるポーションや速度が速くなるポーションを作成。ダイヤモンドの剣にエンチャントすることにも成功した。前回のドズクラ、海底神殿にやっと向かったと思ったらなぜかピラミッドに到着したドズボン。爆発して死んだ。皆さんお待たせしました。ガチで海底神殿編スタートです。前回のドズクラ、ネザーゲート経由でのショートカットを駆使しなんとか海底神殿に到着したドズボン。神殿を守るガーディアンたちに何度も倒され攻略は難航。果たして今回は無事攻略できるのかな。前回のドズクラ、エルダーガーディアンを倒そう。ガーディアンの猛攻を受けつつなんとかエルダーガーディアンと戦うことに成功。死闘の果てに一体を倒すことに成功したドズル。しかし水中呼吸ポーションが尽きてしまった。今回は全てのエルダーガーディアンを倒すことができるのか。前回のドズクラ、今日こそ海底神殿を攻略しよう。装備を整え無事2体目のエルダーガーディアンを撃破したドズル。しかし急激にガーディアンの数が増え、エルダーガーディアンに勝てない。禁断の薬に手を出し、来たー、そう、力のポーション。ガン決まりで挑むも、無残にも負けちゃった。